誰だよ、うるさいな、わっちの二度寝を邪魔するのは。はい、レイちゃん、おいさ、どうした。えレイちゃん、生理。私が、あの雑で下品で短気で貧乳の男もレズパートナーもいない指とキュウリで時間を潰し老後大型犬を飼うと言われたオーリクに属性武術を教える噂の詐欺師だ。勝ち負けついたら結婚しちゃおうか。ああ負けた負けた、ワッチのこと好きにしていいよレイちゃん。私じゃないだろ、こっちだよ。どうしよう、本当にこいつのおもちゃになるの。いやいや、まだ14歳だし体力もない、きっとテクニックもないし、どれだけ長持ちするんだか絶対つまんないさね。こら、なんかいやらしいこと考えてんだろう。とりあえずおもちゃのことは置いとけ。そっかそっか、急がなくってもいいよね。師匠、お茶をどうぞ。仕掛けとかないよね、毒とか入れてないよね。超まずい。で、何が聞きたいんだい、リクちゃん。七長老とはどういう不純関係？